さあじゃあ続きやっていきます。さて無事復活できたのか。リョウガ、風呂を頼む。風呂？いや、ルルハを水で戻す。おお。わかめ。うまいよね。やはは。どうなってんだ。すげえなこれ。恐ろしい。いやなんかでも。わあ、貴様が食べ物だよ。お外刈り背負い投げ腰来る。いつものやつですね。あ、クソ出ないのか。残念。今のところはな。減ったのじゃ。かゆ。ああうまそう。ああいうのがさっぱりしてていいんすよね。かわいい。よかったよかった。うまい。こんなうまきもの初めて食ったのじゃ。かわいい。おかゆ、おかゆというのかこれは。もっと、もっとこれが必要じゃ。ルルはこのおかゆが気に入った。これからずっとおかゆのみを食すつもりだ。その世に取り計らえ。これよりうまきものがあるはずもなかろう。究極の食い物をここに発見したわ。おかゆを持てい。海が溢れるほどにじゃ。カップ麺食わしたら大変なことになりそう。飽きただろうな。これ味薄い。獣の肉をそのまま食ってももっと味わい深いぞ。もうおかゆはよい。食えん。うん。ギラン、貴様がお粗末だよ。やっとった太陽とし大分本物絵なんだ。一応見て同じか。一応なこまめにチェックしとかないとな。取り残しが
なぜじゃ、ルルは戦い上手じゃったのに。こう、グゴン、ズゴン。しかしルルは貴様を食えなかった。それはまことか？嘘をついておるのではあるまいな。はあ。まこと？それま？きついの。使えるんだな、そういうこと。ま、人草だしそんなもんかな。ほら、人草って知能低いし、知的生命って言っても動物プラスアルファ程度の水準じゃし、味もその程度で納得っていうか。めっちゃ舐められてる。なんだその喋り方。わかるんだ。うむ、勤労せよ。いた。すげえな、快適に生活をしている。大丈夫なんか？弱まったなあ、ルルハ。抱きしめているだけで折れそうだ。すんげえ顔になってんの。あい、折れる、折れます。あー、とってもする。昔は我の方が折られそうだった。それが今では逆になったのだな。おかゆってまする。封印から解かれたばかりだものな。話してやれよ。千年ぶりだな、ルルハ。いえ、姉様、もっと長いです。ルルは封印されて退屈で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 。封じられている間でも地上の話し声くらいは聞こえることがありましたゆえ、随分と時間をかけて人の言葉を覚えて、さらに時間をかけて暦を学んで、そこからさらにさらに一日ずつ数えておりましたのじゃ。すげえな。千年
どころではありませぬ。間違いはありませぬ。そうか、地上が人で埋まるほどの時だものな。お懐かしや、姉様。我もだ、ルルハよ、愛しい妹。姉様、ルルル。ルルハ、今の世によく蘇ってくれた。そなたは知らぬだろうが、この現代という時代においては我ら以外の神がおらぬのだ。神がおらぬとは？封印されている間、そなたも地上の人間たちの話が聞こえたはずだ。確かに神がいる気配はしませんでしたが。それが事実でな。もののけの類はおるのだが。もののけ？妖怪でしたらこの地によく封印されておりますじゃ。中には話がわかるものもおりましてな、時折世間話など。ルルハ、聞きたいのだが、そなたは我の後に封じられたか？はい、姉様が天津に封じられた後突撃しました。あ、そうか、突撃してしまったか。そういうことか。迷ったら突撃、それがルルハのやり方です。しかし天津の卑劣な罠にかかり封印されましたのじゃ。あの曲がりくねった剣、鍵爪と呼ぶ形なのだがな。そなたも大量に打ち込まれておったな。あれは恐ろしい武器でございました。一振り打たれるたび力がごっそりと抜けていきました。我らによく通ずるよう特別に作られた武器だった。奴らによっての祝福、我らにとっての呪いがかかってもいたのだろう。それでも一つ二つを打ち込まれた程度でルルを仕留めることはできませんでしたじゃ。しかし天津の連中、奴らあろうことか一草を使って罠を。うむ、我の時も同じだった。人の勇者を使えば天津の地上嫌いも関係ないからな。しかも何人もな。10人までは叩き殺してやったのですが、何分相手が多く。天津の神々は誰も彼も卑怯を司る神に違いありませんじゃ。もともとそうであったよ、天津の奴らはな。だが卑劣と罵るのは少数だぞ。あいつらが卑劣ではないと？連中が卑劣なことに違いはないが、それ以上に我らが迂闊だったのだ。天津は地上では自由に動けん、そう侮っていたのは我らだ。最初こそ自分の育成に苦心するが、一度肉体が強まってからは獣や一草など物の数ではなかったし、天津神が来ても滅ぼされることはない。我はそう慢心していた。無敵であるがゆえのおごり、それがゆえに好きにやりすぎたのも事実だろうな。天津は人の崇拝を得た、人を味方につけた。結果我らは敗れたわけだ。あの戦、天津が卑怯だから負けたのではないぞ。我らが地上での牽制にあぐらをかきすぎた。それに尽きると思わんか？油断があったのは否定できませんじゃ。我らは一草との間に交友など気づいてこなかった。気づこうとも思わなんだ。連中はそれをやったのだ。そして人もまた天津を選び、命すら捧げることを厭わぬ勇者を何人も差し出した。その褒美か何なのか、今の世は人のものとなっておる。そうそう、人いすぎですじゃ。ネズミかってくらいに。都に行くともっとすごいぞ。虫かってくらいにな。虫はうまいので好きですじゃ。もうそなたはなんか幼虫とか平気で食っておったよな。大変滋養に富んだ食べ物でする。ルルは白いのが好きで。おえまあ虫トークは置いておくとして、聞きたいことは他の者たちの動向だ。知らぬか？一族の神々は、父上はその後どうされた？
わかりませぬ。ルルが姉様に続いて出陣した時、後に続く者はおりませんでしたので、もともと宮の者たちは天津との戦には反対でしたから。それは仕方ない。一族の決断に逆らったのは我の方だしな。姉様の方が正しかったのです。天津の要求通り国を引き渡そうなどと、戦になって当然じゃ。ああ。みんな臆病じゃ。間違っておる。まあなあ、あの時は我も怒り狂ったし、今も恨みが消えたとは言わないが、時が流れ過ぎた。封じられていた我らの時は止まったままです、姉様。しかし我らが封じられた後、一族が降伏した可能性もあるのだな。はい。父上はどうしておられるのか。解放されてから宮には戻られましたか。いや、鍵を持っていない。我一人では宮には入れぬ。おお、姉様は出かけるときいつも鍵をお持ちになられませんでしたな。そういや、煩わしいからな。それに宮には誰かいるのだから、その誰かに招いてもらえばよいのだし、招かれるのが好きなのだ。あ、ではルルが宮の様子を見に行ってまいりまする。そうしてもらえるか。誰もおらぬ気もするがな、一応だ。しかし戦に勝った天津の影も形もないとは。それも憶測でな。今のありようが勝った果ての状態かもしれんのだ。それ天つかみは高天原以外には住みたがらぬゆえな。高天原、まあでも高天ヶ原だよな、きっと。うん、同じものだろう。征服した後は人にでも土地を任せてほったらかしにしているのかもだ。よりにもよってなぜ人草などに。それなら我らに納めさせておけばよいではないですか。いや、神では力が強すぎるのだろう。統一とはいえ、自分たちの力で制御できぬ者がおれば、いくらでも不安に思うのが甘つものだ。もか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 。だが疑問は残る。うつしおの神話を調べてみたがな、神の知名度がやたら低いのだよ。当時有名どころだった甘つ神のほとんどが知られておらぬ。それはつまり、どういうことです？我らとの戦に勝って地の所有権を得たはずなのに、その影響がさほど残っておらんということだ。普通自分たちの栄光を称えさせるであろう。なるほど、そうですな。もしルルが戦に勝ったらば最低100度は自慢しますからな。歴史を制した者ならさらにその万倍は自らを称えような。だが書物にもこのテレビにも神々について語るものがほとんど出てこん。そのかっこいいものは何です？人間の道具だ。遠くの風景を眺めることができる。遠くの風景など見て何が楽しいので？遠くの光景にもいろいろあるし、つなぎ合わせてドラマにすると。いや、今はそんな話ではなくな。とにかく地上はどういうわけか神の支配する土地ではない、人の世だ。草のように生えるのが一草じゃ。ほんまよう生えたものですな。うむ、わさわさしとるぞ。一丁半分くらいに減らしまするか。ああ、いや、良いのだ。しかしすでに人の世だ。人の好きにさせればよい。そんなことより消息のわからなくなった父上たちのことを調べたい。もちろん調べます。ただルルの戦はまだ終わっておりませんので。え、戦？はい、戦です。ん、天津を攻めねばなりませんですから。いや、だから地上に神はもうおらんのでな。攻めようにも何か手立てがあるはずです。あるかな。このルルには妙案があります。一草を一万人集めるのです。その中で知恵あるものを選んで何か良い考えを出させるのです。
1万人もいれば誰かが良い案を出すに違いありませんぞ。納金ルルハ、うい奴。ムフ、今の言葉でそなたのようなものをアホ可愛いというのだ。褒められた。姉様も相変わらずお美しい。うむり、うむり、爆誕したな。そうじゃ、さらに良き案が浮かびましたぞ。姉様のこの素晴らしき父房様から典型を得ました。典型だと甘つかみになってしまうな。まあ、良いか。我ら姉妹で一草どもをちょちょいと支配するのです。さすれば高天原を攻める軍勢にできましょうぞ。そうかそうか。ああ、なんだ、人間を支配すると言っても、そのな、封印中に心で開発した新必殺技、新ルル黄金剣にて一発千人ずつほふりますぞ。すげえな。さすれば一草ども、おしっこちびって降参ですな。ああ、うん、シンプルな世界だな。いざ出陣。ああ、待て待て、腹が減っておるだろ。おお、そうなのです。おかゆというものを食べましたが、もう消化されてしまって。ふう、ですな。よし、まずは共に朝飯にしようではないか。はい、姉様。そして腹ごしらえが済んだら共にテレビを見るぞ。一草の風景をですか。うむ、これはつまり、そう、研究、研究だ。ほら、今の人間がどんな風に暮らしているか学ばねばならんだろ。おお、そうすれば支配がたやすくなりますな。聡明な姉様じゃ。テレビで今の軍隊とか見たら、力で支配しようなどとは考えまい。飯でごまかせればよいが、難しいだろうしな。若様頑張ってる。ああ、楽勝っぽい。同じじゃないですか。さてと、じゃあ霧がよいのでこの辺で終わりたいと思います。まあ下手なことしないといいんですけどね。さて、じゃあ続きやっていきたいと思います。食費がね、ワン、甘いぞ青一草。なんと使用さえあればルルは無敵じゃ。食らうがいい新ルル黄金剣。ゴフ、我が初めて食らった。おお、どうじゃ、ルルの勝ちじゃ。かわいい。勝者は敗者をペロリする権利がある。やって貴様は我の晩御飯。おかゆは飽きた。やって貴様はいらぬ。ルルは苦い腹渡が好みじゃ。抜きて。これどうなんだろう。これもまだまたあれなのかな。やっぱ一緒なんだ。あれ。あれこれ、あれ。これめっちゃ前に戻ってる。あ、カニバスだ。青一草。おお、使用さえあればルルは無敵じゃ。あれ変わんね。あ、出た、やったぜ。食らうがいい新ルル黄金剣。
それは変わらないんだ。じゃあやっぱ大事っすね、戻るの。なかなかいいのを放つではないか、一草の分際で。うん、よし、明日だ。明日は貴様の元に突撃し、晩御飯にしてやるぞ。突撃、貴様が晩御飯だ。だがそれまでは命拾いしたな。できる。やろうという気持ちがあればできんことはない。まずはやる気が大事なのじゃ。だいぶ根性論だな。明日の晩御飯だの、何か申されたかの。のかくか。うん、それはまことか。一草はおやつとしてはちょうど良いらしいからな。うなずける話じゃ。姉様のおやつを勝手に食べるのはさすがにまずいな。怒られたくない。可愛いとこもあるじゃない。言ってる内容はやべえけど。姉様に殴られたらショックで死んでしまう。そっちか。よし、命は勘弁しといてやる。じゃが姉様の保存食であるならルルの保存食でもあるはずじゃ。つまり下僕も当然じゃ。つまみろじゃ。どんな感じじゃ。宿敵の保存食扱いされた気分は。ひとくさごとけじゃ。貴様などゲのゲじゃ。なきものでなければ承知せんぞ。うまいのか？ラーメン。それは期待できそうじゃな。うん。うん。厳しいな。うん。ふん、緑に木に青いときた。まるで秋の山じゃな。野菜炒めか。秋の山は眺めるには良いが、食らっても土の味しかせん。この料理もたかが知れておろうな。一番うまい色を知っているか、一草。ん？血の赤じゃ。こんな華やいだ色ではなくな。ちょろいな。そう、クオチ。この広いの、もっとよこせ。おお。この白いのはまさかおかゆか。ご飯。それは米。
あるいは白飯というのだ、ルルハ。白飯、はあ、熱くてほんのり甘く素晴らしい食い物ですな。うむ、我もこれが好きでな。姉様も存分に食うとよいぞ。今の世は食い物はいくらでも出てくる。はい、姉様。あう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 、ひとくさ、もう一杯。おお、先ほどの飯も冷たいながらうまかったが、温かい飯は格別じゃった。そうであろう、龍河の作る飯はうまいのだ。この一草が龍河だ。一草ごときが名を持つとは。そういう時代なのだ。そなたもテレビで見た通りだ。地上は人間のもの、神は塔に去り、豊かな文化が育まれた。ルルは信じられませぬのじゃ。あんな、いろいろなものを青ひとくさごときが作ったなどと。言霊もないのに、あのような軽妙な道具類や小山のごとき石の御殿、それにいろいろな乗り物、どう考えても神の道具じゃ。いや、それが御霊によって生み出された道具ではないのだ。うん、信じぬ。ルルはこの目で見たものしか信じぬのじゃ。この手で触れたものしか信じぬ、うん、だいぶ元気が出てきたようだな、ルルハ。はい、姉様。もう少し調子が戻ったら都に連れて行ってやろう。実際に人の世を視察してみればわかる。都は見てみたいですが。いいか、一草、もしテレビで目にしたものがまやかしであれば、その時はひどいぞ。これいいな。ルルハはまことに元気が良いな。お、ここで終わりですか。うん、そうなんすよ、ね、若様の座する世界体験版。あ、なんか手に入った。クリアしたからか。どうしよっかな。これ一旦切るか、じゃあ。で、やってみましょうか。ですね、ちょっと見てみたんですけれども、あれみたいですね。あらすじが文章で出ました。昔の話、まあ基本的に朗読はしないんで、まあ、うん、で面白かったですね。いや、いいゲームですね。まだ出るのだいぶ先になりますけれどもね、これはぜひともやりたいと思いますので、おすすめしたいと思います。ではお疲れ様でした。また次の作品。